バレンティン・ヒョードロビッチ・モロゾフは20世紀の日本で活躍した白系ロシア人の菓子職人、実業家。バレンタインカイ・モロゾフ、バレンティンカイ・モロゾフとも表記される。ロシアのシンビルスク近郊、チェレンガ出身。創業期の神戸モロゾフ製菓株式会社に勤務し、同社の発展の基礎を築いたが、経営人と対立して、田元を分かち、コスモポリタン製菓を設立。 日本における高級チョコレート製造の先駆けとされる。バレンティン・ヒョードロビチ・モロゾフは、1911年に、ロシアのシンビルスク郊外にある、チェレンガという町で生まれた。父親のヒョードル・ドミトリエヴィチ・モロゾフは、商人で、第一次世界大戦時には、軍馬、軍服の調達にあたるなど、ロシア帝国のために働いていた。1917年、ロシア革命が勃発すると、 ヒョードルは家族を連れて、ハルビンへ逃れた。ヒョードルは、ハルビンを拠点に貿易を行い、白軍を支援しようとしたが、計画は頓挫。1923年、一家は、ハルビンを離れアメリカが死臭国のシアトルへ移住したが、生活が成り立たず、1924年に、シアトルを離れ、日本の神戸へ移住した。現在のトアロードヒョードルは日本が急速に、 西洋菓子用としていたことに目をつけ、西洋の食料品を売る事業を起こそうと考えた。ヒョードルは試行錯誤の末、チョコレート菓子を中心に洋菓子を販売することにした。1926年3月、ヒョードルは白系ロシア人の菓子職人を雇い、トアロード103番地にコンフェクショナリー会マーオザフを開店。モロゾフも通っていた学校を辞め、 菓子職人として店を手伝うことになった。父親が雇った職人は菓子の製法を教えようとしなかったため、モロゾフは下働きをしながら独学で菓子の製法を研究した。モロゾフはロシア式の製法で作った菓子は日本人の口に合わないことに気づき、アメリカ合衆国やイギリスの専門書を購入し、両国における製法を習得した。 1931年6月、事業拡大を目指し出資者を探していたヒョードルは、神戸商工会議所理事の福本技量の紹介で、材木会社専務のクズノ友土つの協力を得ることになった。クズノはモロゾフ親子が持っていた設備を買い取り、神戸モロゾフ製菓株式会社を設立。代表取締役はクズノが務め、ヒョードルは取締役として、モロゾフは、 専属技術者として同社に勤めることになった。会社の経営は順調で、設立2年目には3500円余りの黒字を出した。私生活では1934年1月に白系ロシア人のオリガタラセンコと結婚した。1933年頃からモロゾフ親子とクズノ友土の関係が悪化し始めた。発端はクズノが会社の会計帳簿を モロゾフ親子側に見せようとしないことに、ヒョードルが不信感を抱いたことにあった。モロゾフ親子は、会社の利益が一定の水準を超えた場合にボーナスを受け取る契約を交わしていたことから、クズノ側がボーナスを支払う前として意図的に会社の業績を低く見せかけようとしていると疑うようになった。さらに、会社の運営方針をめぐり、足したような歌詞を売り出したい。 モロゾフ親子と商品の種類を絞って大量生産すべきだとするクズノ側とで意見が対立した。両者の対立が表面化したのは1933年末であった。モロゾフ親子は神戸モロゾフ製菓設立後もトアロードに構えた店舗を所有し、同社製品に限り販売することができるという条件付きで菓子の販売を行っていたが、 商品の代金の支払いを拒否したのである。モロゾフ親子側がこのような行動を取った動機はかつて取引先から商品の返品と支払った代金の返還を要求された神戸モロゾフ聖火が商品の交換に応じた上でモロゾフ親子の給料から代金分を差し引いたことがありその時の金を取り戻そうとしたことにあった。モロゾフ親子の支払い拒否は1年以上続き クズノは1935年3月、ヒョードル宛てに未払い代金の支払いを求める内容証明を送った。これに対しヒョードルは会社の帳簿の検査を要求する内容証明で応じた。5月1日、クズノ側はトアロードの店舗への商品納入を打ち切った。これを受けて、モロゾフ親子は6月1日、神戸区裁判所に 生子調停を申し立て紛争の解決を図ることにした。1936年6月に調停が成立。条件の中には1941年6月10日までの間、モロゾフ親子が、モロゾフと読み得る称号を使用して、貸し販売をすることや神戸モロゾフ製菓と同様の事業をすることができないというものが含まれていた。後に、コスモポリタン聖火を設立したモロゾフは、 重森守の取材を受けた際に次のように述べている。私が本当のモロゾフ。でも私の会社の名前、モロゾフじゃない。不思議に思う人多いでしょうね。重森1990、313ページ。また、ボダルコピョートルは以下のように述べている。この事件の展開、裁判過程、若い韓国などの経緯を理解するには、単に、 モロゾフとそのパートナーの間の主張だけで判断することはできない。つまり、当時の日本を取り巻く国際神戸モロゾフ製菓株式会社の設立後、同年9月満州事変が起こっている。また、若い韓国が出される1ヶ月前に2.26事件が起き、その年の11月には、東西からソ連を牽制すべく日独防強協,協定が締結され、 いわば日ソ間の圧力のピークを迎えている。ソ連政権を承認せず、日本に亡命した白系ロシア人も、この時代の日本では、管理を含めて、大部分の日本人にとっては、仮想的国ソ連からのロスクであったのではなかろうか。ピョートル2010、123ページ。川又一英。 大正15年の聖バレンタイン日本でチョコレートを作ったカエモロゾフ物語によると、障子長帝申立ての後、福本義領はモロゾフ親子の弁護人となったアメリカ人、ウィリアム・シーボルトに対し手を引かなければ、モロゾフ一家を国外追放すると通告した。福本はさらに、モロゾフ親子を神戸商工会議所理事長室に呼び出し、親子が我が日本帝国を追っ払って、 満州国を乗っ取ろうとしている、アメリカ人を弁護人にしたことが事態を悪化させたと、非難した後、朝廷の取り下げに応じる、胸の書類にサインするよう迫り、親子がこれを拒むと、一家のように告げた。あんた方、こんな帝国の日本に住めて、ありがたいじゃないですか。ロシアにいたら、殺されてる。いいですか、白系ロシア人なんだから、おとなしくしていた方がいい。 川又1984-129ページ。シーボルトはモロゾフ。こんなことは言いたくないが、ここはアメリカではなかった。外国人であるというだけでハンディキャップを負うとは、この国には法律はありません。川又1984-126ページ。なお、神戸モロゾフ製菓株式会社発足から紛争が起こるまでの間に、クズの友土の子。 友太郎と福本企業の娘が結婚し、クズの友土と福本の間に遠石関係が成立している。朝廷成立後、モロゾフは条件に触れないよう、トアロードの店舗を利用して、モロゾフの妹の名義で菓子の製造、販売業を営むことにした。父親のヒョードルは、生果事業から手を引き独自に貿易業を営むことに、 なり、新たな店の名前は、モロゾフの名バレンティンの英語表記から、コンフェクショナリーバランタンに決まった。しかし1937年に、日中戦争が始まると、経済統制が行われ、材料の確保に苦労するようになった。1940年から1941年に、かけては菓子作りのままならない日本を離れ、上海の白系ロシア人が経営する。 洋菓子店でチョコレート作りの指導を行った。1941年11月、上海から帰国。帰国してから3週間後の12月8日に太平洋戦争が開戦した。モロゾフは菓子店の経営を断念し、家族と共に北上地区の大池に建てた別荘に疎開した。1945年6月5日には空襲により、トワロードの店舗が消失した。 終戦直後の1945年10月、モロゾフは交流のあった兵庫県庁職員の助力を得て、国鉄高架下の営業スペースと砂糖を確保。新たに菓子店、コスモポリタンを開いた。モロゾフはかつて、ドイツ人の菓子職人、カール・ユーハイムが所有していた、三宮の工場を借り、神戸在住の外国人向けの配給用のパンと、コスモポリタンで売る菓子を焼いた。 配給用のパンの製造は経済的な恩恵をもたらし、1950年までに大阪と東京にコスモポリタンの支店を出すことに成功した。1947年には神戸市長の小寺健吉から依頼を受け、昭和天皇に献上するチョコレートを作った。モロゾフは菓子職人としてチョコレート菓子作りに強い関心を抱いていた。コスモポリタン製菓を設立した当初、 物資が不足していた日本ではチョコレートを作る原料が手に入らなかったため、モロゾフは再び戦前のようにチョコレート菓子を作る日が来ることを夢見つつ、パンやケーキなどを作る日々を送った。戦後の復興とともに、モロゾフの願いは叶い、やがてコスモポリタン製菓の売り上げの7割をチョコレート菓子が占めるようになった。モロゾフは1999年1月23日に没した。 死後コスモポリタン製菓の経営は、長男のバレンティン・バレンティノビチモロゾフに引き継がれたが2006年8月、業績不振を理由に自主廃業した。ありがとうございます。